まあ、大多数の東大生はですね、まあ、受験勉強の名残でも生きているよというなんかダメな勉強ダメな勉強なんかみんなが使ってる参考書をとにかく使いたくない授業に出ない授業に出ないでも別のとHello there! 始まりました。モチチャンネルです。今回はですね、スペシャルゲストとして、論文 YouTuber のササジ皆さんに お越しいただきました。はい、そうです。ぜひですね、ササジさんの、小橋さんも噛んでましたね。いや僕もですね、ササタニってこうすごい言いづらいなって、はい、先月選挙出たんですけど、そうですね。はい、その時自分の名前連呼するじゃないですか。はい、ササタニさん、ササタニユウヤをよろしくお願いします。何度言っていいの親もですね、手伝ってくれたんですけど、はい、親もなんかすごいササタニ言いづらいなと思って。いやいや、自分の名前でしょ。そう。現在、論文 YouTuber というですね、形でやっておられますね。であとは豊島区 YouTuber としてやっておられまして、僕もそうですね、言語学についてちょっとチャンネル出たりしておりますので、ありがとうございます。ぜひぜひチェックしてみてください。そうなんですよ、選挙出られてですね、すごいですよね。ありがとうございます。なんで出たんですか？まあ、自分を金目町にお店をやってるんですけど、お店のつながりとかでちょっと商店街行き出して、はいはい、で商店街の動画撮ったら面白いかなと思って田中としまく YouTuber 始めたきっかけなんですけど、まあ、なんかそうした時にこう自分の誕生日が4月10日って気づいて、あ、そうですね、同じなんですよ僕同じなんですよ、はい、でなんか25歳になるって言って、あれこれ選挙も出れるんじゃねっていう、非選挙権25歳間に合うんじゃねって思ってそろそろ立候補して落選したという時代ですね、はい、すごいですね25歳あれこれ選挙出れんじゃねっていう感覚さすが東大生、まあまあ、東大ってよく、ね、はい、変な人が多いとかって言われるじゃないですか。どうなんですか？まあよくテレビのとかですね、こうなんか東大王とか、ね、あれはすごいこう特徴のある東大生が出てですね、まあ、あれはなんか結構こう2割ぐらいが出て、残りの8割も普通の大学生、ちょっとお勉強ができるぐらいの、もう僕みたいな大学生が多いんで、だからなんかこう東大知らない、よく知らない人に対にこう、あのテレビ出るってあんな感じでなんか頭いいんでしょうとか、ちょっと変わってるんでしょうって言われると、いやちょっと期待には応えられない大多数の東大生はですね、まあ受験勉強名残でこう生きているよというすごい発言がもうまた炎上まず高校はどこ行ったの？高校は、海上高校っていう名前で、はい、まあ、下海上ですね。まあ中高一貫ですね。中高一貫。ってことは中学受験したんですね。そうですね、中学受験したんですけど、なんか僕がこう小学校の時にちょっと塾行きたいなっていうなったんで、で、なんかたまたまなんか目に入ったところに行ったんですけど、そこがなんかどうやら中学受験をする塾だったっぽくて、なんか気がついたらこう周りに流されて中学受験する流れになって。周りに流されて中学受験。なんか全然そういうつもりなかったんですけど、中学受験して、で会場に入ったっていう感じで、なんか中学もそうですし、もう東大もそうですし、なんかそんなにこう俺はなんかあそこの中学校行きたいんだとか、俺はあの東大行きたいんだとかって、あの東大あの東大って、俺は絶対東大行くんだみたいな感じじゃなくて、なんか周りが東大目指してるから、あ、俺も東大目指すんかな、目指していいのかなみたいな感じで行ったはいいんですけど、まあ現役は落ちて、落ちて浪人、はい、まあちょっと心機って真面目に勉強しようと思って予備校に通って、で予備校の寸大です。寸大ですね、はい、まあちょっといや僕大丈夫ですよ、寸大敵とか思ってないですから、ね、そうですか、僕自身は、はい、で行ったんですけど、はい、まあなんでしょう、別にそんなに特徴的な勉強あんまりしてないと思うんですけど、まあ強いてあげるとするなら、はい、まあ、飽き性なんですよね、はい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 、だからこう同じ参考書をこう繰り返して勉強するとかって全然できなくて、なんかよくこう単語帳を繰り返して勉強するとか、あとは何周しろとか言いますね、そうそうそう、過去問を何周しろしてもう叩き込めみたいな感じなんですけど、はいはい、あれ僕全然できなくて、はいはい、だから逆にもういろんな参考書を手当たり次第やろうと思って、いわゆるなんかダメな勉強法、ダメな勉強法なんですけど、僕結構なんか参考書マニアじゃないですけど、はい、古本屋に落ちてるちょっとなんか古い、はい、古い参考書っていうのが結構好きで、なんか英文解釈みたいな、なんかちょっとで出てくる文章めちゃめちゃ古いな、これ絶対受験出こないだろみたいな文章とかをこうなんかリーディングとかを勉強するのすごい好きだったんで、そういうのをやってましたね。遠回りじゃないですかそれって。いやでもなんかすごい飽き性だから、なんかこう新鮮、毎回新鮮じゃないですか、毎回新しい文章やって、でなんかちょっとこう
得られたところを、まあ、なんか別の参考書に生かしたりして、でなんか結局こうなんでしょう、受験に必要な知識ってこう別にその参考書どこでこう変わったりしないというか、なんかつまりこう重なってる部分って重要で、まあ、重なってる部分はあまり重要じゃないので、だからなるほど、手当たり次第やってきたその共通点に気づいていくわけですね。だから重要なところが分かるわけですね。たくさんやっていくから、だからなんかこう、なんかこの参考書しか載ってないマニアック知識絶対必須だよとか、まあ、ありえないじゃないですか。だからまあなんか、まあ、逆に言えばなんかいろんな参考書でもなんかこう自分の中で定着すれば別にいいんじゃねとか思ってやってましたね。すごいですね。それで他の科目、英語はじゃあそんな感じですか。英語はそうですね、古本とかなんか古本で、あとは何でしょう、なんかまあまあ、リスニングとかだとなんか YouTube とか、はい、TED とかそういった感じでなんかこうよくポッドキャストとか、今ちょっとポッドキャストだったら知らないかもしれないですけど、知らない人もだんだん増えて今困ってますけど、はい、なんかラジオ番組とかを聞いて、でそれでこうリスニング聞いたりとか、でなんかそれで興味出たことをなんか実際本で調べたりとか、でなので全然変わったことしてないと思うんですよね。いや他の科目どう、例えば何でしょうかね、世界史とかはなんかすごい興味がなんか好きだったんで、なんかまあ参考書の世界史の内容をこうなんかベースになんか図書館でなんかよくまあ参考書内普通のなんかの一般的な本みたいなのを読んで、あこのこの世界史のこの時効ってこういう背景があるんだみたいな感じで読んだりとか、結構だから図書館結構好きでしたね。図書館に行ってその調べたりなんだり、そうですね、なんか参考書じゃなくてなんか普通の例えば古文とかはなんかの古文読解みたいな、参考書じゃなくて普通のなんでしょう、こう国文学とかでやるような、なんかなんだ、源氏物語があって、下にこう現代語訳があるとか、あれ結構好きで読んでたりとかしてたんで、すごく、普通じゃないじゃないですか。普通じゃない。すごい自分で、いやなんかもうその頃から論文に片鱗があったのか、片鱗があってもう僕なんかすごい王道が苦手というか、なんかみんなが使ってる参考書をとにかく使いたくないあ、なるほど、そういうのが嫌だとだからなんか絶対誰もこんなの使ってないだろみたいな参考書とかが逆に好きで、なんかそういうのないかなと思って探したりとか、だから大回りだからなんかこう蛇の道というか、なるほど、裏道ないかなと思って、でもまあ結局王道みたいな勉強法はしてましたね。そうなだから全然、だから僕としてはすごいかなんか普通じゃないかなと思うんですけど、予備校では普通に授業受けてるわけですね。予備校の授業は、まあ、受けてる授業もありました。ってことは受けてないのもありました出てませんでしたみたいな、なんですかね、なんかまあ、もちろん好きな授業を受けてたんですけど、嫌いな授業は嫌いな授業はなんかまあサボってというか、まあその時間は自習でこう同じ科目の時間をなんか別の授業で、ね、同じ科目だけど最低内職って、まあ、内職というかもうそもそも授業に出ない授業に出ないでも別のところでもだから結構ゆるなんかこう指導なんでしょう、クラス担任みたいな人がなんか予備校だと一人いるんですけど、なんかその人結構ゆるいというか、まあできれば出てくれると嬉しいかなみたいなぐらいだったんで、あ、じゃあ出ないって感じじゃあ出ない結論が、じゃあ出ない、そうなんですよね、だからあんまりこうだから、まあ、受かったからいいものの、まあ、落ちたらまあなんかすごいです、好きなことをしてやっていくみたいな、まあ、そう完全になんか YouTuber みたいな勉強法、好きなことで勉強していくみたいな危なかったですね、全部嫌いだったらやばかったですね、まあ、そうですね、だってもなんか好きになれてよかったですね、だからでもなんでライダー授業をこうなんか必死にこうなんでしょう、こうなんでしょう、耐えながら受けるよりかは自分でやった方がさすがに身につくでしょうと思って、なるほどまあだから予備校はなんかでも予備校に行かないと逆にもうさすがにそれはもう統制取れなくなっちゃうんで、予備校行ってなんかある程度のこうカリキュラムをこう、ま、なんかこう踏襲しのちょっとこうなんか独自メニューみたいなそういう感じの勉強でしたね、まあ、だからいつ図書館とか古本屋行ってたんですか、時間的に。あ、だからなんか例えば午後の授業サボってとか、だからなんかすごいっすね、いや、まあ、そんな風にして受かる、いやまあ受かる人は受かるんだなっていうのをすごい思いました今だからあんまりまあ勧めはできないですけど、そうですね、なんかおすすめできない勉強法でも受かるみたいな複雑な動画になってますねまあでもなんでしょう、でも飽き性の人ってやっぱ一定数いるじゃないですか。そうですね、はいはい、飽き性の人に対してこう参考書何週もやれってこう強制するのでちょっと無理があるというか、いやこの問題さっき前も見たしみたいな、なんでまたやんなきゃいけないのってよくダメな勉強法みたいな感じでよく言われるじゃないですか、あれをなんかこう
貫いたというか、ダメな勉強法を貫いてやったっていう。まあでもなんか僕の友達とか結構変わってたというか、あれやっぱりこの東大生は変わってた、戻っちゃうんですよ。予備校の友人にすごいなんかの優秀だった友人がいるんですけど、はいはいはい、そいつとかとこうなんか図書館行ったりとかして彼とこう話し合ったりとか、うんうん、あのこの世界史のこの話ってどういうことなのみたいな、そういう議論を交わしたっていうのは記憶に残ってて、すごいですね。だからなんかすごい予備校には感謝してるというか、その予備校にその友人と会えたことに感謝、授業じゃなくて出会えたことに感謝、名言の連発ですね。あでもなんかすごいそれってこう、あ今時でいうアクティブラーニングじゃないですか。すごいまとめ。あいやいやでも教室出ちゃってるアクティブラーニングなんでしょう。この論述とかってどうなのとかっていうのをこうなんか見せ合ったりして、あこの論述面白いなともあれば、いやこの論述ちょっとダメでしょみたいな指摘し合ったっていうのがなんか自分の中でこう結構原体験じゃないですけど記憶に残ってて、それはすごい勉強法としていいんじゃないかなとか思いました。であれですね、分散に、はい、分散に。なんで分散を選んだのかって、まあ、分散はですね、自分が文学部行きたいなっていうのがちょっと頭の片隅にあって、はいはい、で、まあまあ、あとはまあ文系の中で一番入りやすい、入りやすいパターンなんで、あんまこう僕その時は法律とか経済に全然興味なかったんで、はい、まあ、全然分散でいいじゃんと思って分散に入ったんですね。はいはいはい、今回の教訓ですね、教訓は、東大生は変わってる。あれ全然普通だったと思うんですけどね、東大生だけど普通枠で出てたはずなんですよ。普通枠でした、あれ普通枠でそうやって呼んだ気がとか。そうなんですよ、ね。まあ、笹谷さんのチャンネルもチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.